もう嫌いなんて言わせない。関西って素晴らしいんやで。2時間 SP57.00 関西ローカルが9日放送される。このほど収録が行われ、 MC のお笑いコンビメッセンジャー黒田優47は番組への不満をぶちまけた。収録を振り返って、共に MC を務めるフリーアナウンサーの山本博之55がいつも自由な収録ですよね。毎週これでお金もらってええのかなってと話すと、黒田は、俺はめっちゃ喋ってるからもらわんとありに合わないと一言。黒田はトークもほとんどカットですからねと笑いながら明かすと、見どころについても、最近僕オンエア見ないようにしてるんですよ。あんだけ喋ってたのにカットされてたら気悪いもんと毒づいた。さらに黒田の不満は止まらず、番組観覧に来ていた観客に対しても、客、金払ってないねんから、もうちょっとリアクションしてほしいと続けていた。同番組は、黒田や山本、遠野浩二、五霊の MC 陣が、関西人独自の目線で世の中に、ちゃちゃを入れる、ちゃちゃ入れマンデー、火曜。57.00 の特別編。番組では関西が日本中で嫌われている理由を徹底調査したほか、全国にアピールしたい関西の素晴らしさを特集した。